ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。はい、今日も日向祭り始まりました。高典さん、ピロンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、2月になりましたね、うん、2月初めの最初の放送になります。2月はね、好きなんですよ僕。え、なんかハッピーなイメージあるよね。2月ってなんかすごいこうドキドキするよね、うん、バレンタイン的な、バレンタイン的な、バレンタイン的なものありますだね。ハッピーバレンタイン、ハッピー、なんかすごい本当に毎日ハッピーな気がします。お、確かにいいです、うん、私逆かもです、うん、あら、なんか2月って寒さが厳しくないですか、うん、確かに一番 ね、1年の中では厳しいかも。なんかもう長袖着飽きたなみたいな気持ちになるのでまだ続くね、はい、長袖がね。そうなんです、はい、個人的には結構早く半袖着たいなって思うのがここら辺かなって思うんですけど、ね、でも、うん、そんな私、はい、告知があります。お、どうした、お願いしますはい、私はですね、うん、3月に大阪と東京で、はい、舞台やります。3月の4日と5日が大阪で、うん、はい、で東京は3月の15日から19日なんですけど、あの舞台女の子物語というのに、はい、出させていただきます。まだちょっとどんな台本なのか、うん、このラジオの収録をしている段階では、はい、まだわかんないんですけ ど、 どこの放送が始まっている頃にはあのもう稽古が始まりつつあるっていう感じかなと思うので、はい、精一杯頑張りますので、よかったらぜひ足を運んでくださると嬉しいです。よろしくお願いします。見ていきたいよ ね、 見たいよね。日向舞台の日向、そうなんですよ、うん、去年から舞台とかもちょっと力を入れつつ、はい、また今年に入って新たな舞台に挑戦させていただくので、うん、頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして早速なんですけども、はい、ゲストの紹介をしたいと思います、はい、この方もね、ある意味女優さんです。お、はい、お、女優さん。今日は NGT48 からマシモカホちゃんが来てくれました。よろしくお願いします。日向祭りお聞きの皆さん、こんばんは。 NGT48 のマシモカホです。よろしくお願いします。マシ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 、2週連続ですよ、うん、そうなんです。ちょっと先週のひな短歌に引き続いて今週も出させていただけるだなんて思ってなくて、すごく嬉しいです。楽しみにしてきました。いや、いいですよ、いいですよ。ハッピーです ね、 ね、はい、まあね、はい、あのマッシーは8枚目シングルの、うんうん、はい、渡り鳥たちに空は見えないの、うん、はい、あの新潟民放4局放送 の、うんうん、あのミニドラマ企画、うん、あの夜明け前の彼女たちで主演も、うん、はい、そうだよね、そうなんです、カズハちゃんを演じさせていただいて、はい、各局のヒロインをやっていたので、はい、いや、めちゃくちゃいいんです。堂々とした演技でね。いやー、マッシーも本当にもうドキドキでした。初めての演技だったのでこう、まあ、メンバーが一緒に、日向さんはじめとするメンバーも いたから、こう頑張ろうというか、こう気を楽にしてできたんですけど、本当に新しい挑戦だったので緊張しました。頑張りました。でも合ってたよね、うん、なんかマッシーの雰囲気にすごく、本当ですか、うん、私のね、母も、うん、あのドラマ全部見てくれて、はい、その中でマッシーがいいよねって、うん、自然体な感じですか。なんかあの役のキャラクターと相まって、すごいなんか、うん、あの守ってあげたくなるような可愛らしいキャラクターで、すごく合ってていいよねって言ってて、嬉しいです。ちょっとお母さんによろしくお伝えですって母ママ日向さんもありがとうございますいつもありがとうございます。よかったね。というわけで2週連続、はい、この4人でお送りしていきたいと思います。はい、ワン、ツー。NCT プレゼンツ日向祭り。日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と、マシモカホと、日向貴則と、ピロンです。さて、この時間は週替わりでお届けする日向と日向のエンタメコーナーでございます。今日はこちらの企画、日向祭り的新潟スイーツ部。さあ、毎月第1週はこちらのコーナーでお楽しみください。改めまして、こんばんは。新潟スイーツ部部長の本間日向です。さてさて、BSN 公式 YouTube チャンネルで配信中の NGT48 新潟スイーツ部はご覧になっていただけたでしょうか。
ここからの時間は今月新潟スイーツ部で紹介するお店をこの番組で一足先にご紹介したいと思います。レポーターはついにリニューアル後初登場の中井梨花ちゃんです、うん、はい、皆さんぜひ見てくださいね、うん、ということで2月の新潟スイーツ部のテーマはこれもスイーツです、うんうん、はい、今までは取り上げてこなかったスイーツをご紹介したいと思います、うん、まずは長岡市にある元祖柿の種でおなじみのなにわや製菓さんで、この季節に大人気の5種類の柿チョコをいただきます。いいね、はい、美味しいよね柿チョコ。じゃあ今ね手元に、はいはい、5種類あるんですけど、なんかね本当はもう1種類あるらしくて、はいはい、今手元にあるのは普通のチョコレートの柿チョコ、チョコ、あとイチゴ、うん、きなこ、ホワイト、カフェオレ、おー、いっぱいあるね、なんですけど本当はねここにもう1種類あるらしくて、はい、笹団子味があるらしいんですよ。長岡だからね、これも気になりますよね。どれも気になる、はい、でもなんか笹団子味はちょっと今日は入手困難だったらしいです。なるほど、大人気、はい、入れてんですね。なので、うん、あのもしくはねあの YouTube チャンネルの方では、はい、うん、そちらもあの出てるかもしれないので、そっか、はい、このラジオ番組と合わせて、はいはい、楽しんでもらえたらいいなと思います。はい、はい、こちらは2月8日水曜日の午後3時に BSN 公式 YouTube チャンネルで公開する予定です、うん、はい、柿チョコ今5種類あるんですけど、いずれも1袋税込み291円です、うんうん、はい、予算がねこの番組210円ということで本当や、はい、ちょっとオーバーしているので、ほら、はい、食べられるのは今日は一人だけです。お、なんと試食をかけて勝負していただきたいと思います。お、勝負が好きだね。早口言葉対決、はい、きた、早口言葉ね、はい、そうです、はい、今回は高則さん、ピロンさん、そしてマッシーの3人で争ってもらいます、はいはい、ルールは簡単、誰が一番早口言葉を早く上手に読み上げることができるかです。なのでお題いきますよ。お願いします。これをめっちゃ早く綺麗に読み上げてくださいね。はい、お、隣の客はよく柿食う客だ、客が柿むきゃ飛脚が柿食う、飛脚が柿むきゃ客が柿食うお客も飛脚もよく柿食う客美脚。すげえな、おー、はい、おー、柿の種だけに柿のね、早口言葉ね、確かにそういうことか、はい、じゃあまずは高則さんから、はい、行ってみましょう。俺からね、おー、分かりました、お願いします。隣の客はよく柿食う客だ、客が柿むきゃ飛脚が柿食う、飛脚が柿むきゃ客が柿食うお前も飛脚もよく客キャン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 。これは難しいですよ、これむずいっすよ、これ結構淡々と、お客がお前になってましたお前最後やけんのお前も飛脚もやっぱねこれ冷静さが必要なんですねこれね。確かに、確かに、フラットにいきましょう、こうフラットに、フラットにいいですね、はい、じゃあピロンさんお願いします。いきます。隣の客はよく柿食う客だ、客が柿食う柿むきゃ飛脚が柿食う、飛脚が柿食うみたいなおっぴろぎいて、何がおっぴろぎ、最後広げちゃった、カン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 、これむずいですわ、これお料理悪いんじゃない、全然ダメでしたねでも出だしは結構高森さんよりもよかったね、出だしはね、って思ってた、諦め早い人生でしたねちょっとじゃあマッシーお願いします。隣の客はよく柿食う客だ、客が客か客が客が柿むきゃ飛脚が柿食う、飛脚が柿むきゃ客が柿食う、お客も飛脚もよく柿食う飛脚飛脚おっぴろげほらおっぴろげ、おっぴろげアイドル言っちゃ高いやろこれ、ね、おっぴろげさそこ上乗せしてきましたけど、客美脚がそうなるんでしょうね、客美脚難しいですよこれ、この2段落目でおかしくなります。そうですよね、でもこれ、いやでもマッシー1段目からもだいぶだんだんおかしくなってきて、いやなんか悔しい、ひなたが一番うまいんじゃないのこれ、もしかして、確かに、でもこのスピード感のひなたも聞いてみたい、ちょっと一回挑戦してみてくださいよこれ、わかりました、いいですか、せっかくなんで、じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、これでさ、ひなたがさ、スラスラ言えたら、ひなたが食べていいってことですか、そうです、そうなります、それはやっぱり、それは企画ですから、いいですね、それは柿食う客だから、はい、じゃあやってやりますよ、いいですか、私、見せてください、先輩、じゃあ行きます、はい、
隣の客はよくかき食う客だ、客がかきむきゃ、ひかきかきく、客がかきむきゃ、客がかきく、お客もひかきもよくかき食う、かくびかく。おー、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 ノーピロゲだったね。どうなんすか、これ。まあでも、できてはいなかったと思うんですけど。そうだね、うん、できてはいなかったね。いやでも、この世界に私たち4人だけだったら日向さんが世界一でした、今。圧倒的チャンピオンでしたね。この4人の世界だったね。この4人の世界だったら、うん、日向さんが世界一でした。じゃあ、もうさ、あれじゃない、うん、仲良くみんなで分ける、うん、頑張ったからさみんなで分けよう。ですか、じゃあいただきます。開けやすいよね。いいですよね、このサイズ感が、ね、いい香りする、チョコのきな粉、うん、いただきます。いつの間にこんないっぱい出たんですか、なにわさん、うん、あ、甘さとね、このサクッと噛んだ瞬間に広がる、うん、うん、この柿の種の塩味がちょうどいい。塩味がいいよね、うん、いくらでもいけるわ、うん、私ね、きな粉をいただいてるんですけど、うん、これ正月カムバックですよ、これ。わ、うん、確かにきなこ餅、きなこ餅の味がする。いや、いい仕事してるな、なにわ屋さん。いや、美味しい、美味しい、最高ですね、うん。では次のスイーツをご紹介しましょう、はい、続いては飲む点滴と言われ、健康にも美容にもいいとされる甘酒です。今月の新潟スイーツ部では柏崎市の老舗の酒蔵原酒造さんの甘酒を取り上げます。こちらですね、うん、じゃじゃーん、はい、今手元にあります。綺麗な色だ ね。酒蔵が作る、しかも女性杜氏が作るアルコール度ゼロの甘酒に込められた思いについてもお伝えします、うん。はい、ちょっと先ほどの早口言葉でね、舌が回っていないのですが、はい、はい、甘酒を飲めば元通りと信じております。はい、こちらは2月22日水曜日の午後3時に BSN 公式 YouTube チャンネルで公開される予定です、はい、楽しみ。ということで、この甘酒なんと、うん、みんなで飲めるらしいですよ。いいんですか。はい、けども、はい、けど、はい、この中から一人お題に従って乾杯のご挨拶をするということになっております。らら、乾杯のご挨拶、はい、宴会みたいな感じですね。はい、私の手元にはこの3つの封筒があるので、うん、今から1から4のサイコロを振るので、1が高典さん、1高典、はい、2が出たらピロンさん、はい、3が出たらマッシ、4が出たら私本間ひなたということで、じゃあ行きますよ。お願いしますよ、マッシさん。参ります。せーの。お、なんだ、お、ん、これ皿の間に入りましたね、うん、皿の間にありまして、もう一回行きますか、もう一回行きますかワンアゲン行きますワンアゲン行きます。あ、今ちなみに、今ちなみに4でしたよ、今ちなみに、でもね、見えるなと思ったんだ、今、うん、今完全に微妙な角度だったから、ずれ隠し方したね。そうなんですよ、4じゃなかったら多分提示したね。後輩の私横で見てました、ね、見てました。こういうとこあるよ、先輩。ちょうど私側に挟まってて、あ、見えた、お皿とお皿なりに、ね、しょうがないな、温度を取りましょう。私がこれはもう日向に、このお題、うん、3大ダメスピーチのお題が入ってる。なるほど、あえてダメスピーチのお題ね。では参ります。じゃん。同じことをとにかく繰り返してようやく乾杯。嫌ですね、これ嫌ですね。早く飲ませてよっていうね。そう飲むって何回も繰り返したんですね。じゃあ皆さんはコップを、はい、取られて、はい、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。日向祭り、はい、皆様ね、手に取られている甘酒こちら、はい、あのアルコール度0% ということですね。はい、もう 0.01% も入ってないということで、あら、はい、甘酒はね、あの飲む点滴ということで、うん、美容にもいいということでね、はい、ビロンさんの髪も、はい、お肌もツヤツヤ。なりますか。はい、じゃあ行きますか。本当に美味しいと思いますよ、はい、じゃあ行っちゃいますね。もうやっぱね、なんといってもアルコール度 0% ですからね。また言ってる。もうこの飲む点滴、これを飲めば、はい、本当に皆さんのお肌もツルツル、ツルツルです。明日からの健康も、もう保証されます。間違いないです、間違いない。なんといってもアルコール度 0% ですからね。腹立つわ、こいつ。あ、皆さん、まさかお肌入れない、まだ、もっ、そう、そう、そう、ダメですよ。飲んじゃダメです。飲んじゃダメです。もうなんて言ったって、アルコール度 0% ですからね。もうこれを飲めば明日からの健康が保証されます。って言ってましたね。ということで、乾杯。乾杯。
あ、さらりとしてて美味しい、つるつる、めっちゃうまいやん、これうまうまいな、一気にいきましたね、いや行きましたね、飲む点滴ごくっといける、うん、もう待たされた分グーいきましたよ、確かにつるつるびっくり、アルコール度 0% でびっかいんよこれ、飲む点滴でね、美味しいですね、これはうまいわ、うん、さあ日向祭り的新潟スイーツ部、皆さんいかがでしたか、うん、このコーナーでは BSN 公式 YouTube チャンネルで毎月第2週第4週の水曜日に配信される NGT48 の新潟スイーツ部と連動して美味しいスイーツの情報をお送りしますので、またお楽しみに。以上日向祭り的新潟スイーツ部でした。ワン、ツー、NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と増下佳穂と日向貴則とピロンです。さあこの時間はなんと、うん、マッシーの持ち込み企画があるらしくて、はい、そうなんですよ。ほうほうほう、いやあの私、こう NGT48 の部活の中でラーメン部に所属させていただいているんですよ、はい、そうだね、そうなんです、うん、なので、うん、こう先ほどの企画でもあったようにこのスイーツ部のロケに私呼んでくれないんですよ、うん、ラーメンちょっと ね、まあ、ねライバル部活みたいなところあるからね、まあ、そうなんです、はい、なので私も甘いもの好きなのですっごい寂しいんですよ、うん、なるほど、うん、なのでちょっと今日はこの部長の日向さんを目の前にして、もしマッシースイーツ部のロケ来てほしいかもって思ってもらえるようにちょっとこんな企画を持ってきちゃいました。それでは参ります。日向祭り的静岡スイーツ部。おお、静岡。改めましてこんばんは、 NGT48 のラジオスター、静岡県出身の増下佳穂です。さて先ほどは日向祭り的新潟スイーツ部をお送りしたわけですが、今回は特別に、私のふるさと静岡県のスイーツをご紹介したいと思います。おお、気になる気になる、ね、元祖日本人の冬のお供、静岡県産青島みかんです。みかん、はい、明日みかん、皆さんの手元にもあると思いますので、はいうん、はい、ちょっとぜひ食べてみてください。いいんですか、青島みかんさんね、はい、青島みかんです、わかりますよ青島みかんさん、いただきます、いただきます、いただきます。うん、酸味がちょうどいい、うんうん、うまい、なんか酸っぱすぎなくていいですね、うんうんうん、そうなんですよ、優しい甘さで、まあね、ということで私、はい、ラジオスターなので、うん、生ワイドのラジオ番組っぽく お電話をつないでみたいと思います。お願いします。はい、この時間は JA 静岡経済連中部柑橘委員会の大塚さんと電話がつながっています。よろしくお願いします。はい、お大塚さん、大塚さん、青島みかんの、ふるさと JA 静岡市の大塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。みかん美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはこの青島みかんのちょっと特徴をお伺いしたいんですけれども。はい、青島みかんは、はい、コクがあって甘みも強くて、濃厚な味わいが特徴です。濃厚の味わいっていうのは、はい、甘さだけじゃなくて、糖と酸のバランスが良くて非常に美味しく感じられる、糖酸バランスで出荷しているということで、あとそれ以外に、はい、大きさも普通の早生みかんから比べると一回り大きく、皮もちょっと厚いんですけど、ちょっと剥きやすくて、お年寄りからお子さんまで喜んで食べていただけると思います。確かに甘さの理由っていうか、このと言いますか、この秘訣というのはありますか。まあ、特に静岡県の場合には、はい、まあ、当然あの日当たりがいい、あったかい、その上、土地が水はけが良くて、乾燥しやすいっていう条件も加わりまして、非常に美味しいみかんができると。なるほど。旬の時期はこのいつぐらいになるんですか。旬は、1月から2月いっぱい、3月までもあり、少しありますけど、はい、まあ、その時期が旬ですね。なるほど。じゃあ本当に今が食べ頃ということで、はい、今みかんいただいているんですけれども、はい、やっぱみかんって箱だったりとかいっぱい買うことが私もよくあるんですけど、はい、このおすすめのみかん この保存方法というか、この青島みかんはどういうふうに保存したらいいか
聞いてもよろしいですか。はい、まあ、あのみかん全般そうなんですけど、まずあの暖房の効いた部屋には置かないでください。あの涼しい、ちょっと風通りがいいかな。あんまり風ビュービュー吹くとこだと、あの乾いてしおれてきちゃいますんで、で箱で買った場合にはこう箱の蓋をこう開けといていただいて、あの閉めちゃうとどうしても湿気で、あのカビとか生えやすくなりますんで、で冷蔵庫とか入れるよりはそのまま普通の涼しいところに置いといてもらった方がいいと思います。なるほど。じゃあ玄関とかってどうですか。あ、玄関いいと思いますよ。ただあの他の人に持ってかれないように気をつけていただいて。確かに確かに確かに。みかん泥棒ってありますから、ね、あるんだ。あります。うちの近辺はありますよ。ありますか。うちも親戚の集まりでピロン来るとすぐみかん。いや、すぐにね。犯人だ。私でした。あなたね、はい、もう保存するのも大事だけどすぐ食べちゃいたいっていうのはありますから。そうですね。確かに。この時間は JA 静岡経済連の大塚さんに静岡産青島みかんのお話を伺いました。ぜひ静岡でのお仕事のオファーもお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、マッシーさんぜひ静岡にも来てください。はい、あ、ぜひ行かせてください。大塚さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、青島みかんの美味しさを学んだということで、はい、うん、突然ですがここからの時間は青島みかんをお土産に持って帰ろう山手線ゲーム、イエーイ。お土産に持って帰ろうということで、これから私たち4人で山手線ゲームに挑戦していきまして、はい、お題はみかん、うん、ルールは簡単です。4人1組で1周したらみかん1個、2周したらみかん2個、3周したらみかん3個というふうに、もうつながればつながるほどお土産に持って帰れるということで、みかんを、はい、いっぱい持って帰りたいね。なのでこれ協力プレイで頑張りましょう、はい、頑張ります。はい、それでは私、日向さん、ピロンさん、高典さんっていう順番で、はい、やっていきたいと思います。はい、ではお題はみかんです。よーし、ね、それではいきます。山手線ゲーム、イエーイ。こたつオレンジ、マッシー、甘い、静岡、うまい、1月から2月、健康にいい、おじいちゃんおばあちゃんが大好き、絶対に冬に食べたい、アイスも美味しい。ちょっとブブー、おい、どういうことや、アイスも美味しい、どういうことやそれ、みかんアイスってこと。そういうことやで。あ、冷凍、多分そういうことだと思ってた。冷凍はみかん、あー、冷凍しても美味しいってことか。じゃあそれはいい、それもいいね。まあ、みかん味のアイスもあるし、アイス凍らせて意味なのね。うん、そうそうそう、冷凍みかんも美味しいってことです。凍らしても美味しい、はい、確かに確かに。ありがとうございます。よかったよかった、セーフセーフセーフ。でもナイスですね、めちゃくちゃ美味しいですよ。そう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 、凍らせるのうまいな。もうだいぶネタないからもうね。はい、パンパンからね。はい、せーの、まだある？ビタミン C、 おー、確かに。木からできる、おー、白いやつ取りたくなる、おー、正月、子供も大好き、白いところ剥きたくなる、あれ。今やおやおやった。あら、地元の地元が、あ、そう、いや、でも結構行った。マッシーアウト。おお、募集もしました。めっちゃ行ったやん。すごい。正月で行けたね。すごいすごいすごい。ピョンさんの正月で頭怒る。あれ大丈夫、これ OK ってなっちゃった。まあまあ、みんなのリズムは結構ボンギな感じです。ということで、はい、じゃあ私たちは青島みかん5個をお持ちに持って帰りたいと思います。やったやった、やった。なお、リスナーのあなたにも青島みかんのプレゼントがありますので、詳しくは番組公式ツイッターをご確認ください、うん、ということで今日は特別編、日向祭り的静岡スイーツ部をお送りしました。高典さん、ピロンさん、日向さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ワン、ツー、 NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしております。お相手は日向貴則と、同じく日向ピロンと、 NGT48 の本間日向と、真下加穂です。さあ、あっという間にエンディングの時間となりました、うん、いかがでしたか。2月初めの放送でしたけども、ね、そうでしたね、あっという間でした、うん、ね、マッシーはね2週連続そうなんですということで、そうなんです、うん、こう先週とはまた違った企画を2位参加させていただいて、しかも美味しいスイーツもいただいてしまって、いや本当です、本当になんかやっぱこう
日向のお二人も日向さんもすごく温かくてすごく楽しかったです。また来たい、ね、来週もぜひいいですね。なんかこれ来週も出たら、うん、マッシー次5回目だから、はい、日向祭りゲスト新記録最多出場になりますよ。じゃあ4回は何人かいるってことだよね。そう4回はそう、うん、まだいるんですけど、ね、5回目がいないらしくて今最多記録並んでます。最多記録、ね、狙って今年頑張りたいと思います。ぜひぜひ来てください、はい、来たいです。さあそんなですね皆さん飲むシーンとか食べるシーンも見れちゃうこの模様がですよ、はい、今夜の11時からケーブルテレビ NCT のコミュニティチャンネルでご覧いただけます、うん、はい、タイトルは BSN ラジオ日向祭りウォッチング。無料のアプリ NCT コネクトをダウンロードすれば全国どこでも見ることができますよ。そして NCT コネクトのコネクトビデオでは月曜正午から金曜正午までのアーカイブ配信もあります。そちらもぜひご覧ください。ということで日向祭りお別れのお時間です。お相手は NCT48 の本間日向と真下加穂と日向貴則とピロンでした。バイバーイ。